ハローアサギーニョです。本当にストレスがやばくて、首が痒すぎて気がおかしくなりそうなんで、今日は今から爆買いしようと思います。バキュン。このさ、この今買いちゃいそう、買いちゃう。なんかもうコルセットみたいな巻いときたいな。このワンちゃんがさ、こう自分でさ、こうやって書かないようにこれするやつあるじゃん。これほんまにつけときたいと思って。つけてください、私に。見て、ほんまにこれシワもさ、なんかすごい輪ゴムつけたんみたいなぐらいさ、やばいんやけど。前回の動画でさ、この首のさ、ことっていうか、前回の動画誰も見てくれないんだ。もう誰も私のことなんて興味ないんだね。では、爆買いを開始します。バキュン。ストレスで爆買いするものって、なんかハイブランドみたいな、すごいなんかお金をこうボンボンボカボカ使っていくっていうのはこう自滅するんで、癒しのものを買ってこの首のストレスに勝ちたいなと思ってます。私にとって癒しの存在とは、そうです、おいでー、大好き。ここはミーフィーちゃんですよね、みんなおなじみので、これはタンタンっていうキャラクターの、出てくる子なんよね。私の大好きな絵本のケロシバムシ、ミーフィーシ。あんたたちは本当に可愛いね。私が12時間寝た時の顔、こんな感じです。あー、ごめんなさい。私はね、ぬいぐるみを絶対に買わないっていう風に決めて生きてきたんよね。でもこの前、1年前ぐらいすんごい疲れた日に、キディランドっていう原宿のぬいぐるみショップみたいなとこ通ったら、パッて目があったんよ、彼女と。ミフィーです。で、その時に、もうなんか、無意識に、ミフィーたちをここに抱えて、レジに並んでる自分がいた。一括払いでとか言って。で、この子たちを家に迎えてから、この子たち、ドレッサーに置いてるんやけどね、メイクしとる時にパッて目が合うだけで癒されるんよ。ちょっとこの子たちのような癒しグッズを買おうと思って。バキュン。はい、それでは皆さん一緒にお買い物を楽しみましょう。私と一緒に。ブルーブルネットっていうサイトが、私初めて、どういうお店かわかんないんやけど、ミッフィーのグッズがすごいやたら可愛いのがありそうで、ちょっとここの店を見ていきたいと思います。まず、ティッシュケース？ 2200円。失礼しました。やった、今日は2度目のお昼ご飯なのだ。今日のお昼ご飯は、うわ、待って、優勝。うわー、なんだこりゃ。今日のお昼ご飯はこちらです。いやー、優勝でございます。イエーイ。やば、見て、私たらこスパゲッティが大好きで、私のお母さんに作ってもらったご飯でも一番たらこスパゲッティが美味しかったっていう記憶があります。まあ、ちっちゃなフォークとスプーンです。こといただきます。結構固まっちゃってるかな。首のかゆさ忘れるうまさ。私さ、コレステロールさ、異常値レベル大臣だからさ、こんなん食べてたらマジで死んじゃいそうかも。でもたまにはいいよね。最近ほんと1週間ぐらい自炊してるねん、全部。えらこでしょ。うん、うん、うん。じゃあお買い物再開。このティッシュケースがさ、やたら可愛くてさ、これ寝室に置こうかな。ゲット。で、まあトートバッグとかはさ、うちは、かわいい予感がするんだけど、マスクケース1100円だって。かわいい、絵本みたい、見て。うわ、かわいい、もう断然これ、お化けミッフィー大好き。マスクケースにもできるし、うちこれ
クレジットカードとか、それカードケースにしようかな。めっちゃ可愛い。これ買います。え、在庫×諦めます。ポーチは私今死ぬほどあるから、家にポーチは、ん？ん？ん？え、かわいいんだけど、ん？我慢。ポーチいっぱいあるから我慢する。バムケロのポーチもあるしな。うわ、かわいいこれ。絶対私使わんから。何この子は、かわいい。スヤスヤフレンド、私もスヤスヤフレンドが欲しい。S サイズってマジこんなもんか。こんなぐらい M サイズかな。じゃあ M でポチ。お洋服着てない方が良かったのに。めっちゃ残念やねんけど、うちめっちゃ欲しかった今の。 S やったらある。じゃあ S にしよう。パキュン。お、ヘアブラシめっちゃ可愛いな。これ可愛いけど私くるくるのやつじゃないとな。わ、ねえこれさ、ファンの子が前さ教えてくれたんやけどさ、可愛いお花。どっちしようかな。ブルーかな。5500円だって。あ、結構でもこれちょっと5500円か、悩ましい。ぬいぐるみは私買わないとか言ったよね、そういえばね。ちょっと一回、うわ待って、これも可愛い。ハンドメイドなんや、これも。うわー、この子おらんしな、お家に。可愛いな。うわー、5000か。ちょっと一回失礼します。え、キーハンガーって、うち鍵のさあのチェーンさ、うち今新しいやつ欲しいなって思ってて。うわ、なんかちょっと目大きいかな。かわいいな。これちょっとどうしよっかな。これは欲しいな。あー、え、売り切れてる。パキュン。かわいいんだけど、チョッコリさん。え、私ランドリーポーチ大好きなの。え、優勝です。やったこれ買うよ、これ買うよ、これ買いますよ。ゾウさんもあるね。ミッフィーのこの耳のとこ結構邪魔そうではあるよね、洗濯するときにうわーってなりそうやけど、このライオンさんとゾウさんと、あ、これ旅先にさ持ってってさ、パンツとかさ、あの靴下とか分けて入れるやん。で旅先から帰ってきたら二ほどぎしなくてもそのまま洗濯機にゴーできるから、ランドリーポーチ私大好きなんだよね。大きさはどんなものかな。あ、結構大きいなこれ。え、しかも1078円安いから、このライオンさんのゲット。監視されてる私。じゃあ S サイズ。もう全部売り切れてる。もうやー。パキュン。やんのか、やんのか、ほら。あー、なんでこうなるのかな。これもな、2度目のお昼ご飯やばいよね。正直4時に私こんな2回目のお昼ご飯食べてる。体がどうにかしちゃいそう、うん、カート見てみたらさ、このティッシュケースは可愛かったんだけどさ、ちょっとまあ M サイズ買いたかったのに買えなくて、妥協で S サイズにしたこのスヤスヤフレンド、この2個っていうのなんかすごい切なくなってきて、こうなんか
可愛いねんけど妥協でこれを選んで買うっていうのはちょっとなんか違う気がしてきて、買い物とりあえず今回やめときます。ちょっととりあえず落ち着かせます、心を。なんか皆さんこういう時にみんないつも何してるよっていうのをアドバイスあったら教えてください。パッともう心が爽快になるようなことを教えてもらいたいなって思います。それじゃあ次の動画も見てね。バキューン。